パン。ミッシュトレンド TV ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、ことはです。皆さん、夏がやってきました。海にも出かけたいし、バケーションにも行きたいし、デートにも行きたいですよね。ってなった時、夏といえばだんだん露出度の高い服を着る機会が多くなってくると思うんですけど、背中ニキビや胸元ニキビが気になって着たい服が着れないなんて方いらっしゃいませんか？今日はそんな皆さんのために、背中ニキビと胸元ニキビのケア方法、そしてなぜそのニキビができてしまうのかについてお話ししていきたいと思います。動画始まる前に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ゴーゴー。夏になるとなぜか背中ニキビや胸元ニキビがひどくなってしまうといったケースがあるんですけど、その原因は熱にあるんですね。気温が高くなるにつれて皮脂の分泌がさらに活性化され、汗をかいた際にホコリや角質が毛穴に詰まり、ニキビがもっとできやすい状況を作ってしまうんです。なので、できるだけ通気性のいい服を着たり、背中に髪の毛がつかないよう髪型を気にしてあげることが、背中ニキビ、そして胸元ニキビの予防につながります。そしてシャンプー、トリートメント、ボディーソープなどの洗い残しです。皆さん、シャワーをされる際どの順番で洗われていますか？私たちも知らない間に背中にシャンプーやトリートメントが残っていることが多いです。特に背中は手も届きにくいため、そういったものがニキビの原因になっています。なので、できるだけ先に髪を洗った後、体を洗ってあげることを習慣づけてあげてください。特に手が届かない場合などは、ブラシやタオルを使ってしっかりきれいに洗い流してあげましょう。次はニキビを悪化させてしまう成分についてなんですけど、特に油分の多い商品はニキビを悪化させやすいため、油分よりも水分の多い商品を使うことを心がけてあげましょう。今日は背中ニキビ、そして胸元ニキビのケアに役立つ商品を使った私流のボディケア方法を皆さんにお見せしたいと思います。それでは VTR どうぞ。はい、ということで今日は私が実際に行っている胸元ニキビと背中ニキビのケア方法について、お家で特別にお見せしたいと思います。まずケアといえば何からしないといけないですか？そうですよね、まず洗い流すことが大切ですよね。このボディーソープ、 AHA 成分も入っているため角質除去にも役立ってくれます。それとこういったシャワーボールと一緒に使っていただいて、泡立てた後にその泡でしっかりと優しく洗ってあげた後、ぬるま湯で洗い流して、洗い流しのないように使ってもらうことをおすすめします。次にご紹介するのはマンデリックアシッド 5% スキンプレップウォーターです。 AHA 成分が入っているため角質除去にも役立つし、そしてツボクサエキスが入っているのでピーリングされたお肌の鎮静にも役立ってくれます。お顔に使う際は拭き取り化粧水として使っていただいているんですけど、これを背中ニキビ、胸元ニキビに使う際はコットンだと手が届かない部分もあると思うので、私はいつもこうやってスプレーの中にこのプレップウォーターを入れて、このスプレーでこうやってシュッシュッシュッって背中に吹きかけて全体に行き渡るように使っています。なのでスプレーにこうやってね入れて使うことをおすすめします。はい、最後はこちらサプルプレパレーションオールオーバーローションなんですけど、角質除去をした後は保湿が欠かせません。油分が少なく水分が多くて保湿をしっかりしてくれるローションです。で、これ本当に顔にも塗れるし、こういった手にも塗れるし、皆さん悩まれている胸元、背中にもしっかり保湿できるので、油分なく水分でしっかりと保湿できるんですけど、仕上がりがすごいフレッシュな感じでベタつきがないんですね。だからちょうど今の季節にもぴったりな、そんなローションです。で、シャワーが終わった後に
このマンデルサントーナーを背中や胸元気になる部分にシュシュッとかけていただいて、このオールオーバーローションでしっかり保湿をしてあげたらケアは終わりです。はい、ということで今日は実際に私が行っているボディケアをご紹介しながら、背中ニキビと胸元ニキビの原因についてお話ししてみたんですけど、いかがだったでしょうか。ニキビがなぜできるのかについて理解を深めることで、さらに綺麗な体づくりに役立てたんではないかなと思います。この夏はしっかりとボディケアをして自信に満ち溢れた夏を過ごすようにしましょう。今日の動画が面白かった方は最後に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。